ベストフレンズ、ベストフレンズ、ベストフレンズ、ベストフレンズ出ましたけどさ、うん、じゃんけんしたことある？ある。あるか。あんだけさ、世界中誰でも知ってるじゃんけんだけどさ、さすがにちょっとうるさくない？人が話すことさすがにうるさくない。ちょっとギギギギじゃねえんだよ。チョキがグーに負けるのは分かるよ、ハサミと石だからね。グーがパーに負ける、負けます。画用紙に石でこうしてみ、跳ね返るの画用紙だから。あれちょっと違う違う違う、画用紙ってさ紙の中が強い方や。だったらこっちだってこんな石を用意しちゃうよって話だから。しかも包まれたところでそいつは勝ちなのかな。そう、別に壊されてるわけじゃないから、むしろ守ってもらってるからね。最初はグーじゃんけんぽい。あっ、ありがとうってことなのよ。守ってもらってんだよ今俺は。ってことで今回はなんかお前クソ大将マジめっちゃ臭いんだよ。じゃんけんを作り直したい。納得がいかないわけですよ。気になる点は一個もないじゃんけんを作りたいの。石は紙に勝つやんみたいな、そういうのもう何も文句の言えないじゃんけんを作ろう。ってことで大討論会に納得いかないでしょ。だってしかもあれで結構いろんな物事を決められるじゃん。某イタリア人、某イタリア人ね、某イタリア人にあれで何度苦しめられたか。グーの最強、チョキの最強、パーの最強を出してるんじゃない、うん、とりあえずは石の中での最強さを出せば、最強さでデンジャラス D さんじゃないからね俺そっちしか言われてないもんかって言い方が悪いよ。最強さん3人ですよ。誰も3人なんてずっと思ってたんだよ俺今。まず石、これ完全に太陽だと思う。今俺も太陽思った、ね、太陽です完全に。はい、太陽です。おお、次はパー。太陽消すの海で、太陽と同じ大きさの海の惑星があったら太陽が負けるかもしれない。仮に海としよう。じゃあ仮に海としてみよう。仮に海ね。次はチョキだから海に勝てるけど太陽に負けるもの。分かった。人間、太陽はさすがに何をしても無理だけど、海ぐらいだったらギリなんか船とか陸に作った防波堤とかで、なんとか勝てるんじゃないでしょうか。急にちっちゃくね、黒がなんかあれ、なんか太陽でかすぎん。太陽でかいな。じゃあ最強説ってやめよう。完全に別物をポンポンポンって出して基板作ろう。まず1個適当になんか1個基板ポンって出そう。電子レンジ。じゃあ温められたら困るものを負ける位置に。ああなるほどね。冷凍食品だ。あれ温めて食べるわけよ。美味しくなるよあ、そっか、それダメ。それは今のグーとパーと同じ関係。同じ関係になっちゃう。すごいすごい、本当だ本当だ。なんか小動物そうじゃない。やばっ、もうマジ怖い怖い怖い。今の発言したらお前の友達今発言したらお前の友達。ここも友達じゃん。iPhone とか。ああでも確かに壊れちゃうもんね。電子レンジと iPhone はちょっともう完全電子レンジが多いでしょ。ハッキングできんのかなキリ。電子レンジ遠隔操作できちゃったりするのかな。まだできないから。まだできないから。電子レンジを C が温めてくれるようになったら変わっちゃうね。ありそうじゃね。だってテレビとかつくよ。なんかそうじゃん、チャンネルみたいな。絶対いけるって。電子レンジダメだ。 iPhone 強いよ。 iPhone 最強かもしれない。 Apple 最強だ。じゃあ iPhone を基準にしよう。 iPhone も基準か。 iPhone に勝てるのは iPhone を物理的に壊せるもので、ハンマー。ハンマー、そういうことだよ。単純にね。水とかはダメなのよ。もう防水機能がついてる。ああ、水がダメならやっぱり火なんじゃない。じゃああれだ、電子レンジはさっき操作できそうだったから逆にあだとなったけど、もうシンプルな熱を発するものだったらiPhone も何もできない。チャッカマンってこと。チャッカマン弱くない急に弱くない。キャンプファイヤー。キャンプファイヤー、キャンプファイヤーで iPhone 入れてみ。ひなわじゅう。ひなわじゅうあるじゃない。熱には強くいながらもしかしたら出るかもしれんけど、銃弾に耐えれるのは出ないと思う。でなおかつ最新すぎると電子操作とかできるようになっちゃったら困るから、ひなわじゅうっていう原点に立ち返れば iPhone 絶対勝てないでしょ。勝てないだろうね。ひなわじゅうです。まあ、仮にチョキだとしてグーがひなわじゅうね。次パーですよ。ひなわじゅうに勝てて iPhone に負けるものでしょ。ひなわじゅうに勝てるってめっちゃ無理。待って、バカじゃねえ。なんかでもよく考えたら時代の進化とともにひなわじゅうに対策ができたからひなわじゅうっていうものがなくなったわけじゃん。なぜひなわじゅうなくなったんだ。ひなわじゅうより強え銃ができた。武器がさ、じゃんけんに2つ入ってきてみ。女子引くよ。最初はひなわじゅうスナイパーでやだよ、そんな女子。わたあめとかでいいんじゃないですか。わたあめとかでも可愛くない。湿気ってさ、あれじゃん、ひなわじゅうには勝てるけどさ、 iPhone 防水機能ついたからさ、関係なくね、もう湿気。 iPhone にとっては湿気、水、湿気湿気微妙な、ね、湿気って負けはしないんだけど、 iPhone が湿気に完全に勝ったとは言いにくいんだよね。グーとパーみたいな石と紙状況が起きるわけよ。あいこしてるんだ。そう、ギリ引き分けだと思うんだよね。待って、 iPhone ってさ、勝つって表現が生まれるのかな。こいつどうやったら勝てるんだろう。へとか違うわ、ごめん、なんでもないわ。iPhone がむずいんじゃね、もしかしてこれ。ここ
まで嫌いもん買います？ここまで嫌いもん買います？じゃあもう寝るけど俺今 iPhone 買えるなら寝るけど俺ウルトラマンさ、3分だったらさ、iPhone 逃げれそうじゃない？なんか。ハイテクに負けて古代に勝つのか。そう。ハイテクに負けて古代に勝つ。でも、それって、なんか、まあ、途中の時代ではあるよね。おじいちゃんとか。おじいちゃん？おじいちゃんはひなわじを扱えるかもしれんよ。あ、扱うという、あ、そうか。うつじゃなくて、じいちゃんか。まあ、ひいじいちゃんでしょうか。ひいじいちゃん。あ、ちょうどいいね。確かに。ひいじいちゃん。じいちゃんも正直言って iPhone 持っとるもんな。うちのばあちゃんは iPad でスカイプしてきたもんな。俺に。ハイテクじいだな。じゃあ、一回ちょっと整理しますよ。iPhone とひなわじが戦ったら、物対物なんで、お互いこう、物理的なぶつかり合いがあって、ひなわじの銃弾によって iPhone が負けると。で、ひなわじとおじいちゃんだったら、お互いがそこにポンっていたとしたらおじいちゃんのひな銃をこう自由時代に扱うからおじいちゃんの勝ち。ひいおじいちゃんね。ひいおじいちゃんね。結構扱われちゃうんだもんね、ひな銃は。で、ひいおじいちゃんと iPhone がいたらひいおじいちゃん天安やで、もうブクブクブクだね。ニッチもサチもいかないからこう倒れちゃった。あるね。これ決定じゃないですか。結構あるよね。俺これかもしれないな。結構あるね。でもじゃんけんってやっぱ手でやるからそれぞれ決めなきゃ。あ、ポーズをね。いや、ひな銃は簡単じゃん。もう本当にもうこうね。こう。こっちが、あ、こっちじゃん。こうだよ、ひな銃って。ここでカチャンってやると、ここ火がピッてって、ここでバーンってドーンだよ。iPhone どうする？ iPhone こっちにする？これ iPhone に入れないちょっと。戦時ゴッドよ。まあ結局これでしょ、やっぱり。でもこれとこれと最後は、ひいおじいちゃん。あ、わかった。ノーカットです。俺やると思ったよ。同じ発想してるんだってこっちだって。ひいおじいちゃんの特徴って何だと思う？バカじじい。そうやんか。ねえ。そうじゃん実際。絶対に全てのひいおじいちゃんに共通するもの。歯がね。それは分からんやん。めっちゃあったよ。お小遣いをあげるとき優しい顔とかじゃん。めちゃくちゃいい笑顔で、ね、しわくちゃ目で。ちなみに、ほんとちなみにだよ、ひいおじいちゃんって結構生きてるもん。俺は正直いなかったかな、もう生まれた時には。俺は中学校の時ぐらいまで。ひいおじいちゃんって半分ぐらいの人はもしかしたら会ったことないんじゃない。俺ひいおじいちゃんは会ったことない、人生で。あ、マジで。え、すべてのじじいの共通点じじいが、ちごめん、なんかちょっと夜深夜かんわ、マジで。せめての大じじいって言ってくれよ、お前。大じじいも一緒。口が悪いのは俺だけでいいんだ。お前らは正義でいてくれ。せめて悪でいるな。正義でいてくれ、お前らは。腰を押さえながら杖。まあその表現が一番いいんじゃない。でもいいっすか、これで。いいっすよ。腰を押さえながら杖で、はい、全てが決まりましたね、これで。全てが決まったけど、まあ最後に最初はグーのポジション決めよう。 iPhone だね。 iPhone っていうかスマートフォン。対象はスマホ。スマホでもあのさ、このゴミみたいな格安スマホあるからさ、あのピリオム2みたいな。確かに iPhone もお前流していったよ今。商品名。それはやばいぞ。中国製だからいいんだよ。ピーだぞ今、ピーだぞ今のは。ピーっていうのもピリオム2なのちょっと近いだろ。お前いいよ。もうずっと会話にピーやん。お前ピーがピーでピーって。じゃ最初は iPhone でいいですか。はい。じゃあ、いよいよ決まったんで、これで会議終わってもいいんですけど、うん、ちょっと物足りないと、このまま終わったら。ってことで、新しいじゃんけんをやって、このじゃんけんで負けた人の一発芸で、この動画を終わることにしましょう。やっぱじゃんけん、やっぱ勝ち負けが大事ですから、ちゃんとじゃんけんで負けたなっていう気持ちを味わってもらって。いきますよ、いきますよ。最初は iPhone。ピリオン2なんてない。商品名言うなって言ったから。せーの。最初は iPhone。じゃんけん、iPhone。ひいじいちゃん。負け。あーひいじいちゃん。ひいじいちゃん。じゃあこの動画は哲也くんの一発芸でお別れしましょう。さようなら。いいね、いっぱいあるもんな、哲也。哲也のワンショットでいい。初出しのやつやります。まだより誰にも言ったことないやつやります。はい。あ、上から読んでも下から読んでもザ・膝。まあ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 、一番やめろよお前。もう一回。なんで？うざい大学生、うざい大学生来ました。もう一回。からの？からな、からな。
あ、上から読んでも下から読んでもじ、ひじってそれ頭文字、え、あ、